お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。なんでも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。そこのエコワール寮の人たち、みんな役者の卵なんだよ。ジェシーお姉ちゃんたち、何いつかテレビに出るのかな。最近猫屋敷でっかい剣だ。ビッグス早くも何でも解決できるんでしょ。もう一回様子を見てくる。星のために爆破された。おや、ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。上っ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんよ。あいつらとは違うんだろ。粋な。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。待っててね。急いで終わらせるね。できた。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな。大人っぽいの。お互い年取ったもんね。
私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああいいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。